皆さんこんにちは、リーナと申します。本日はですね、こんな感じで去年買ってね、一切着てなかった、使ってなかったサンタコスがあったので、クリスマス仕様でお送りしたいと思います。サンタの格好に合うようなメイクもねしてみたので、こちらも動画の方ね上がりますので、ちょっと先かとかわかんないんですけど、ぜひねメイクが気になった方はそっちの動画もチェックしてみてください。で、本日はですね、ドドンじゃん、こちらのちょっとね入りきってないんですけど、ポール&ジョーのメイクアップコレクション、2021年のメイクアップコレクションアドベントカレンダーみたいなものをねゲットしました。動画にするにはちょっとね時期が遅いかなって思ったんですけど、インスタグラムでね開封動画を見たいかどうかっていうのをねちょっと質問したら、結構ね思ってたより多くの方が反応してくださったので、今回はねこちらの開封動画を撮っていきたいと思います。私もねアドベントカレンダー的なの初めてなので、ちょっとねワクワクしております。それではね早速開封をしていきたいと思います。どうぞ。ポール&ジョーのメイクアップコレクション2021001001ってことはこれ002があるんですかね、ちょっと調べてみようか。携帯持ってきます。いや、なんか別に001だからといって002、003があるっていうわけではなさそうですね。特に関係なさそうです。お値段が税込みで 14,300 円になります。なのでね結構ね他のねデパコスのアドベントカレンダーとかに比べたら、まあ、安めかなとは思うんですけど、まあ、中身がねどれだけこう元を取れてるのかっていうか、いい内容なのかっていうのが重要かなと思うので、早速ね見ていきたいと思います。入れ物が可愛いですよね。紙段ボールみたいな、あ、 ASMRめっちゃいい紙段ボールみたいな感じで、こっち側にこう開くのと、こっち側からこう開く感じになってます。なんでこう全部開くとこんな感じ、裏表で大きいでしょ。なのでまあこれを1番からこう1日からね本当は開けるものなので、普通に開けようと思って穴開けた形跡があるんですけど、あ、やばい、動画撮った方がいいかもと思ってここで止めました。1番目から開けていきたいと思います。早速オープン。結構開けやすい、綺麗に開いてくれる。じゃじゃん、なんだこれは、何ですかね。わ、なんかすごいいい匂いするんだけど、ポーチかな。これはこんな感じのなんか三角形に折られたポーチらしきものが出てきましたよ。開くとこんな感じです。わ、かわいい。 If you have a problem with my attitude、わかんない猫ちゃんが電話を持ってるポーチです。ここもねしっかりポール&ジョーって入ってます。かわいい、めっちゃ可愛くないですか。しかもなんか中もね別のピンクになってます。色が違う、チャックの色と同じカラーですね。サイズ感もちょうどいい感じです。意外と物が入りそうですね。一つ目はねポーチでした。めっちゃ可愛い。じゃあ次、2番はどこだ。2番、ここですね。ここ開けていきます。なんかちっちゃめ、じゃじゃん。あ、これは知ってますぞ、知ってますぞ。かわいい、超ミニサイズ、いい匂い。ポール&ジョースパークリングファンデーションプライマー001番。プライマーですね。なんかちょっとあのイヴ・サンローランのプライマーに似てる、ちょっと金箔っぽいラメが入ってます。こんな感じなんですね。こういう場合どうやって取るんだろう。どうやって出すの、難しい。これ蓋、いやじゃないよね、綿棒とかで取るのかな。取れた取れた、おー取れました取れました。そういうことね。あ、こうやって使えばいいのかな。ここに乗せたんですけど塗ってみます。プライマーなんですけど結構なんだろう、美容液みたいな塗り心地です。もっとこっくりした感じなのかなと思ったんですけど、水分量の多いプライマーって感じで、すごい保湿力がありそうだけどサラッとするみたいな。あ、これ良さそう。イヴ・サンローランのプライマーも結構金箔みたいなの入ってるんですけど、それに比べてコルジョのラメの方が目立つかもしれないです。結構キラキラしますね。この上からファンデーション塗ったらまた変わるのかもしれないけど、でやっぱり香りがいい。ポルジョって毛穴が埋まってる感じします。なかなかね下地ってそんななくなんない。とりあえずこれでね試して、よかったら普通のサイズ変わってみたいなと思います。次3番いきます。3番、ちゃっちゃといかないと長い動画になっちゃいそう。3番これかな。開けていきます。じゃん、お、可愛いの出てきたよ。なんこれ、ハンドクリーム違う。こちらがですね、ポール&ジョーのリップラッカーリミテッド001番で、ね、チューブタイプになってます。斜めカットの、よくねグロスとかにあるパターンですね。あ、可愛い。結構赤めのグロスっぽいリップが出てきました。あ、でも出すとピンクだわ、めっちゃピンクだわ。ちょっとあんまりわかんないかもしれないんですけど重ねます、うん、色味はちょっとわかんないけど
めっちゃツヤ感は出た。なんかこれ単体でも結構色つきそうな感じはするんですけど、グロスみたいに使うのかな。リップラッカー、リップラッカーって何。結構発色はいい感じっぽいですね、口コミ見てると。ちょっと今日がもう元の色が濃くてすみません。4番ここだ。こっちの猫ちゃん、猫ちゃんいいの入ってそうな感じしません？わかんないけど開けまーす。これさ ASMR だね。取ればよかった。やばい、超可愛いの出てきた。めちゃめちゃ可愛いの出てきました。こちらです。これは、あれ、そういうこと？ケースだ。何も商品名が書いてないと思ったら、多分何かを入れるケースっぽいです。水色ベースに羊ちゃんが書かれてます。フォール&ジョーってここに入ってます。ここにね、何かを入れる感じになってます。なんだろう、ここは紙ではないんですけど、こっちは紙です。ここなんだ、わかんない。なんだろう、これ何か入れるようですね。多分なんか出てくるんですよ。次出てくるのかな。5番、5番で出てくるんじゃないか。5番も猫ちゃんですよ。あ、ほら、そういうことだ。出てきましたよ。チークですね。じゃじゃん。ポール&ジョーパウダーブラッシュ012番です。めちゃめちゃもうみんなが好きなピンクって感じ。かわいい。このコーラル系のピンクとちょっと青みの強いピンク、2色が入ってて、こっち側はラメが入ってますね。ゴールドラメかな。ちょっと1色ずつ出してみます。これが左のカラーで、真ん中の青みっぽいピンクで、これが2色混ぜた色になります。使いやすそうですね。めっちゃ可愛いです。ツヤ感も可愛いです。これを多分これに入れるんですよね。入れちゃいましょう。こんな感じです。めっちゃ可愛い。4番と5番でセットでした。次6番かな。開けていきます。じゃじゃん。お、なんだこれは。なんか見たことあるようなパッケージな気がする。スキンケア系かな。こちらがポール&ジョーのモイスチャーローションになります。可愛い。こんな感じ。蓋もね、ちゃんと凝ってますね、デザインが。ちょっと今までとは違う感じの香りがします。なんか知ってる、この匂い。なんか知ってるけどね、言い表せない。こんな感じの、結構サラッとしてる感じのローションですね。なんだこれは。オリーブオイル、4種ヒアルロン酸、ロイヤルゼリーから抽出したエキスなど、こだわりの美容成分を配合。ポール&ジョーのローションの中で最もリッチな潤いのローション。美容液みたいな化粧水。化粧水だそうです。化粧水にしては濃密というか、結構もっちりするタイプの化粧水って感じします。次、7番かな ?7 番ね、こっちの下にありました。開けまーす。ラッキーセブン。あ、これまたセットじゃない？乳液かと思いきや。オイルですね。ポール&ジョーのオイル、トリートメントオイルです。ハリツヤ、潤い、美しさのために欲しいものすべて。これ1本でサラダの手触りが滑らかに変わります。オイル。全身に使えるのかな？香りがどうなんだろう？同じ香りなのかな？あ、これも同じ香りがする。あ、オイルの匂いだ。昔私ちょっとアトピーとかで肌が結構弱かった時に、おばあちゃんがなんかオーガニックオイルみたいな、よくわかんない、何だったのかわかんないですけど、それ使ってたんですけど、それと同じ匂いする。本当にオイルって感じです。なんか髪とかにも使えそうですね、普通に。うん、同じ匂い。あ、すごい。あんま塗りすぎるとちょっとベタつくのかな、どうなんだろう。あ、いや、結構今たっぷり塗ってるんですけど、すぐ浸透していきますね、割と。びっくり。意外とすぐ浸透してくれるんで、そんなにベタつきはないです。なんか嫌なベタつき感はない。良さそう、これ。めっちゃ良さそう。なんかハンドクリームの代わりとかにもなりそうですね。ちっちゃいし。8番。8番はここですね。開けまーす。これ同じラインシリーズでなんかまた来そうじゃないですか、クリームとか。あれ？全然違うの来たよ。何これ？なんか色やば。びっくりした。リップかと思った。じゃじゃん。ポール&ジョーのクリームアイカラー002番です。めっちゃ使いやすそうなブラウン。うさぎちゃんが書いてあります。塗ってみましょうか。細めのチューブタイプですね。ちょっと出してみます。あ、かわいい。めっちゃ綺麗。わ、超綺麗に塗ります。ぼかしてもムラにならないし、結構ね、ちゃんとぼかせば、そんな濃い発色にならないんで、使いやすいかなって思います。ただちょっと、若干、グレーっぽいブラウンかなってちょっと思うので、もしかしたら、ブルベさん向きのカラーかもしれない。けどね、比較的使いやすいかなって思います。ぼかすのもね、簡単だし。でも今もう定着してますね。もう動かなくなりました。シルバーっぽいラメが入ってますね。ちょっとピンクっぽいラメも入ってるのかな？こっち見ると。わかるかな？8番目はアイシャドウでした。9、ここです。開けていきます。なんこれ？かわいい。ポール&ジョーって入ってる猫ちゃんのミニクリップが入ってました。こっち側は猫ちゃんの顔になってます。ヒゲがついてて。
えってことなのかな、これ。サンタ帽かぶってたけど。やばい、なんか急になんか地雷感。なんだろう、ポムポムプリンに見えてくる。黄色だからかな、ポムポムプリン。このまま進めていきます。今何番目だった？9番目はミニクリップがついてました。前髪留めるときとかに使いたいなと思います。10番、ここ。下のツリーですよ、ツリー。ツリーなんかいいの入ってそう。なんだろう、これは。ハンドクリームとかかな？ポール&ジョー。ハンドクリーム。そのままでした。ハンドクリームが入ってました。これもなんかポルジョって感じの匂いじゃない。すごいなんか体に良さそうな香りがします。結構ね、こっくり系のクリームです。水っぽい感じかなと思ったんですけど、結構こっくり系。すごいしっとりします。でもなんか嫌なベタつきはこれもないです。私これ香りが下地の香りだったら絶対買うのに。いい匂いなんですけどね、これも。でもそれよりも下地の匂いが好きすぎて。11番。ここです。開けます。可愛いのなんか出てきたよ。え、でもこれも何も入ってないかも。ポール&ジョーリップスティックケースリミテッド007番。ケースですね。さあ、どんなリップが、多分次リップですね。ってことは。12番、ろうそくだ。12番、ここ、ろうそく。入ってます。ポール&ジョーリップスティックスクレドール002番が入ってました。あれだ、猫ちゃんですだ。ポール&ジョーって全部そうなのかな。で、猫ちゃんが入ってます。かわいい。これさ、使うのもったいなくてさ、使えないんだけど絶対。色味見たいですけどね。ラメが入ってますよ。ラメ入りのリップ。オレンジ、コーラル系の。あれ？あんまり色が出ないタイプだ。リップ、保湿クリームみたいな感じなのかな？ラメと若干色づく感じはあるんですけど、発色は薄いですね。透け感のある感じ。なるほど。これは多分保湿メインのクリームリップなのか。よく見るやつ。このケース可愛いですよね。ジェリー感覚で唇に輝きをプラスすることができるリップスティック。お好みのカラーに重ねればパールの輝きが際立ち、立体的で華やかな唇を演出します。パール配合でリップのニュアンスを変えます。リップのニュアンスを変える感じのものみたいです。ってことはこれをここに刺さった、差し込めました。で、これが蓋になるってことですね。紙ですね、もうこのケースは。こんな感じです。こっちが全部制覇したかも。こっちは全部終わりました。なので、次、裏側いきまーす。じゃじゃん。次、13です。13はこれ。お菓子のお家。大きめですね、ちょっと。開けまーす。オープン。じゃーん。ん？何これ？布？なんだこれ？ハンカチ？いや、違うな。巾着だ、巾着。あ、これも可愛い。生地がめちゃめちゃしっかりしてる。めっちゃしっかりしてます。裏地もしっかりで、中もね、柄がありますよ。この中はないけど、ここまで柄がある。可愛い。さっきのリップとね、お揃いではないけど、花柄で合いますね。ポール&ジョーってここに入ってます。今出たやつは全部入りましたよ。13個分、12個分はいいサイズ感のポーチです。顔ぐらい。次、14を探せ。いた。14ここです。開けていきます。たたん。お、なんだこれは。またクレンジングジェルです。ポール&ジョーのクレンジングジェルです。私、あのニキビ肌改善コースに通い始めてから、オイルタイプのものとかバームタイプのクレンジング、肌質に合ってないですよっていうのを教えていただいて、もうね、ずっとクレンジングジェルを使ってるんですよ。あ、今使ってるのはこれなんですけど、ボタニカルジェルクレンジング、これなんですけど、嬉しいですね、ポルジョのクレンジングジェル。ちょっと使ってみて、よかったら買おうかな。匂いはどうなんだろう。これまたあれだ、あれの匂い。ハンドクリームとかさっきのスキンケアラインと似てる香りがします。使ってみます。キャンディーです。開けます。お、これもスキンケアラインじゃない？さっきのハンドクリームと同じ柄かな。ポール&ジョーボディオイル、うん、ハンドクリームと同じシリーズですね。さっきのオイルあったじゃないですか、別の。あれよりもちょっと割とすぐ出てきます、うん、どっちも浸透力っていうか、すごい浸透は早いですし、ベタつかない。いい感じ。16。これはもう愛用してるやつじゃないですか？じゃじゃーん。ミニサイズ。かわいい。ポール&ジョーファンデーションプライマー。リミテッド002番。リミテッドってさっきからなんか、ちょいちょいついてるな。このね、下地の香りがね、本当に好きで、この香りのハンドクリームとか出ないのかな？実はもうあるのかな？どうなんだろう。何の香りなんですかね？やっぱりいつもの。みずみずしい、ちょっと若干トーンアップする感じの
プライマー、ファンデーションプライマーです。でもこれはさっきの透明のプライマーに比べて毛穴埋めてる感っていうのはちょっと少なめの感じですね。化粧下地って感じ。17、こちらペロペロキャンディー、開けます。お、なんか可愛いの入ってた。さっきのさ、オイルと同じパッケージだっけ。とポール&ジョーのハーバルローションです。これまたこのパッケージが凝ってる。そしてみずみずしさを満たしましょう。化粧水なのにまろやかに抱きしめられる感覚。オイル後にローションをなじませたので、あ、さっきのオイルの後に使うローションみたいです。あ、本当に化粧水って感じ。透明の化粧水って感じです。オイルの後に使うんですね。なんか良さそう。あれだ、爪のケアと一緒ですね。オイルの後に化粧水、ドレッシング状にさせるんですかね。ここでめっちゃいい。こっちの手めっちゃ潤ってます今。またクッキー開けます。かわいい、やばい、かわいいやつ来た。さっきこれの水色のケースがかわいいって言ったんですけど、ピンクが入ってましたね。でもなんか重みはあるので入ってるのかな。なんかいや、ケースでした。これもなんもない。ピンクもかわいいですね。ってことは次絶対リップですよ。19番、ほら縦長だし。19番開けます。おっ、じゃん、はい、リップです。さっきのとは別のシリーズなのかな。ポール&ジョーリップスティックリミテッド009番、同じか。あ、猫ちゃんじゃない、よく見るお花の、プロジョのお花のやつで、色が可愛いですよこれ。ちょっとプラムっぽいというか、レッドなんですけど、ちょっとプラムっぽいかも。あ、ほら、ちょっとプラムっぽい。さっき塗ったリップがこの、こっちで、今塗ったのがこれです。ちょっと深みのある、いい女感のあるリップですね。変わるかな。結構パキッとしましたね。あ、はめるとちゃんとね。ポール&ジョー、こんな感じです。ちょっと大きめですね。オープン。なんだこれは、なんか缶が出てきました。鳥が書いてある缶。皆さん本当に ASMR によくない。ポール&ジョーリップトリートメントバームリミテッド004番です。あ、しかもちゃんと回すタイプ。え、超可愛いんですけど。え、見えます？めっちゃキラキラしてるの。なんかね、いろんなピンクとか青とかゴールドとか、いろんなラメが入ってます。塗ってみよう。香りは結構しっかり、なんだろう、発火系というかミント系の香りがします。キラキラしてます。うん、めっちゃ潤ってる感じするし、スースーしますね。結構しっかり、めっちゃキラキラしてる。めっちゃスースーするよ。21番、あ、21番、大きいやつだ、この猫ちゃん。なんだこれは。いきます。あ、なるほど、だから大きかったんだ。じゃーん、ミニタオルです。ハンカチね、女子力が足りてないんで、このハンカチでね、女子力上げていこうと思います。水色とか白飛びしちゃうんですよね。猫ちゃんのワッペンっていうか入ってて、刺繍でポール&ジョーってここに入ってます。全体的に周りに、なんだこれ、なんていうのこれ、フリルレースみたいなのがついてて、猫ちゃんのシルエットが白で入ってます。裏側水色になってます。次、22、あ、これ 24日分なんですね。25まであるのかと思ったら24まででした。また可愛いの出てきた。なんだこれは、ネイルオイルだ。ちょうどなくなりそうだったんですよ。ポール&ジョーのネイルオイルリミテッド001版。私一時期ジズメ育成をしてた時に、本当にネイルオイルって大事だなって思ったんで、このいいですね、持ち運びタイプの大きさ。あ、でもしっかり筆になってるよ。何の香りだろう、いい匂い、ベリー系、ちょっとベリー系の匂いがします。で、オイル自体は、なんだろう、めっちゃサラサラしてるっていうよりかは、ちょっとジェルっぽいっていうか、そんな感じなので垂れてこなくて使いやすいかなって思います。ポーチとかに入れてても垂れてこないからね、心配ないかなって思います。とりあえず塗っときます。ベリー系かな、やっぱり。なんかすごい懐かしい匂いがする。なんだろう、あれみたい。なんかあんま例え悪いかもしれないんですけど、子供用の歯磨き粉みたいないちご味の歯磨き粉とか、そんな感じの匂いがする。今22だった？ 23、 鳥さんの、あれ、ここに来てまたまたケースか。めっちゃ可愛い。いや、でも重いぞ、入ってるっぽいな。こちらがポール&ジョーのコンパクトリミテッド004版。可愛いお花のね、柄が入ってて、ここに PJ、 ポール&ジョーの PJ 金でね入ってます。ネイルとめっちゃ合いますね。開けます。あ、
いや、重いからと思ったら中身やっぱ入ってなかったです。これ最後が何か入ってるパターンですね。鏡もついてて、ここが開いてます。で、磁石っぽい、マグネットっぽいのも入ってますね。アイシャドウかな、なんだろう。最後24番開けていきます。いきます、オープン。じゃん、アイシャドウです。これ超可愛い。普段絶対ね買わないような色ではあるんですけど、めちゃめちゃ可愛い。難易度高そうって思っちゃう。ポーランド城アイカラーリミテッド019番です。ちゃんとチップも入ってますよ。ちょっとね紫っぽいプラムカラーと、しっかりねラメっていうかパール感もラメ感も強い、ギャラクシー感のある光り方をしているベースカラーというかラメカラーが入ってます。乗せてみますね。うわ超可愛い。こんな感じです。見えるかな、こっちが紫っぽいカラーでこっちがラメです。あ、いや伝わる。めっちゃギラギラしてて可愛いですけどね、すごい上品な感じ。シルバーと紫と薄いピンクとかゴールドとか、なんかいろんな色が混ざってるので偏光っぽい、ちょっと偏光ピンクっぽい感じで、光の角度によってすごいね見え方が変わります。意外と使いやすそうですね。ちょっと今度これ使ってメイクしてみたいと思います。磁石がついてるのかな、これはセットしていきます。お、はまりました。これ多分落ちてこないはず。うん、落ちてこない。こんな感じ、かわいい。ケースともね色がバッチリ。これが最後でした。結構ね内容は盛りだくさんだったかなって思うんですけど、やっぱりアドベントカレンダーってちょっとちっちゃめのものがね入っているので、意外とね全部出してみるとポーチに収まっちゃうぐらいですね。この巾着に、まあ閉まんないけど巾着に収まるぐらいなんで、意外とね一個一個はちっちゃかったかなっていう感じはするんですけど、普段買わないものとかを試せたりするんで、それは面白いかなって思いました。普通にねリップとかアイシャドウもめっちゃ可愛いし、てかリップとアイシャドウめっちゃ色味合いますね。多分これ合わせてこのセットなのかな。個人的にはね結構大満足な内容だったかなって思います。なんか他のアドベントカレンダーもね毎年毎年すごい気になっていろんな方の動画見てたりしたんで、なんかねもうちょっとお高いデパコスのものとかも来年ちょっと買えたらいいなとか思ってたりします。はい、いかがだったでしょうか。今回はねこのポール&ジョーのメイクアップコレクション2021の開封動画を撮っていきました。思ってたよりちょっと長い動画になってしまったんですけど、最後までねご覧くださりありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。